皆さんこんにちは、ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日はですね、春のトレンドベースメイクをやっていきたいと思います。私ね、ちょっとね、おすすめしたいっていうか、私的に推しの、今期のベースメイクアイテム&テクニックがもうあるんですよ。なのでいち早く今日はそちらをご紹介していきたいと思います。ということで、今日はモデルの豊場咲ちゃんにお越しいただきました。豊場咲です。ありがとう。いつもすいません。またお呼びいただいてありがとうございます。もうね、本当に咲ちゃん頼みでやっております。今期私がおすすめしていきたい春のベースメイクなんですが、とにかく肌の一番内側のゾーン、下地の段階でちょっと強く発光させるね、ベースを仕込みたいのね。一番下で強く発光させて、その上にのせるファンデーションはちょっとニュートラルな、すごくツヤでもマットでもない使いやすいファンデーションを重ねて、で最後にまたお粉でまたフォギーに持っていくっていう、一番肌の内側に強い光沢を仕込んで、その後ちょっとサラッと終わらせていくのね。で内側からの光がちょっと透けて、表面はサラッとしているっていうような、めちゃくちゃなんか計算高いでしょ。でも、なんかこうギラッとちょっとやりすぎ感、そうそうそう、最近抵抗が出てきたから、ね、やっぱりこう春夏ということで、体感的にもちょっとサラッと見せたいさ、仕上がり的にもあまりこうツヤツヤしすぎたくないな、なんていうふうに今思っていますので、光が透けて見えるような、そんな春のベースメイクを今日咲ちゃんにやらせていただきたいと思いますので、めちゃくちゃ楽しみです。ありがとう。ご覧ください。今日おすすめしたいその下地なんですが、こちらになります。アリークロノビューティーラスティングプライマー UV です。日焼け止めで有名で、たくさんの方が使ったことある方が多いと思うんだけれども、そのアリーからこれね、通称ね、微耐久プライマー UV って言われていて、UV の機能はもちろん高いんだけれども、あの化粧下地効果があってね、本当にその微耐久プライマーって言われているものなのね。なので今回これ日焼け止めでありながら、まあ、その美しい発光ベースでありますので、こういうね、やっぱり下地を使いたいって思って今日おすすめで持ってきました。このようなクリアピンク UV 下地なの、これスーッとほらあっという間に馴染んで、本当だ、もうスキンケアクリームのようなテクスチャーなんだけれども、この感じ見てよ、この発光が好きなの。この発光っていうのがね、角度が変わるごとにちょっとオーロラのように表面で動く感じのツヤ、これがねなかなか珍しいなと思って、あとはなんといってもこのしっとり感好き。なんかどうしてもかばあのなんだ耐久性あるってなるとちょっと乾燥してきたりとか、そうだね。私ね、そうこれつけてファンデーション塗ってた時にチーク乗せてなかったのよ。なのにチーク広く乗せてて可愛いって言ってもらえて、このオーロラミって不思議な光沢感のある下地だと思っています。可愛くない？この可愛い光り方なんだけれども、2つのね微細なパールが入ってるんだって。やっぱりさ、その可愛い可愛いって言ってるけれども、アリーなので、SPF50PA4+UV 耐水性が星2つというね、もうアリーとしてのもう本来の自信を持って、その日焼け止めのところは確実にいただけるわけだから、進化してるよね。ではのせていきます。ちょっと変化を見るために片方だけまずやっちゃう。もうね、スキンケアと一緒です。少し重いなとかさ、密閉感そんなものが一切ないの、ということで今片方だけのせた状態なんですが、いかがでしょうか。ここに本当にチークのせたみたい。あ、そうそうそう、ちょっと角度をね、顔の角度を変えてもらうと綺麗、穏やかに、あの色が移り変わってる感じだから、日中動いているあの生活の中でその輝きだったりとか可愛らしい血色とか透明感をふとした時になんか感じさせることのできる、そんな下地だなって私は思ってるのね。すでに今乳液まで終わった状態で、いつもは日焼け止めまでして、それから下地に入ってねっていう話をしているんだけれども、こちらであればもう日焼け止めと下地が一つになっているから、まあ一工程でもう進んでいけるわけですよね。だからさ、時短というところも嬉しいしさ、嬉しいですね。そしてお首も塗りたいです、ちょっと私的には頬の高い位置は少しツヤを強めたいし、焼けやすいというところもあって、このアイテム塗り重ねたいの、ちょうど美肌ゾーンのところです。光が集まるとより立体的でリフトアップ印象を生むこともできるから重ねたいじゃん、あと鼻筋とかもちょっと重ねたいよね、高いとこね。
この後は使いやすいニュートラルなファンデーションを重ねて、ちょっとツヤの強度をおとなしめにしていきますね、はい、カネボーコンフォートスキンウェア。さっき言ったようにすごくツヤツヤっていうわけでもないし、どちらかというとこうなじませた後は少しサラッとして、うんうん、トレンドっぽい感じのニュートラルな仕立てのファンデーションなんです。今光沢系の下地に合わせるファンデーションとしてはベストだなと思ったので、うん、これをチョイスしました。これカネボーのブラシでね、ファンデーションブラシです。ちょっと変わってるでしょ、これ斜めカットになっていて、うん、これ液体ファンデーションを使うのにねとっても便利で、すごくね簡単にムラなくファンデーションをつけることができるよ。ファンデーションを置いたら、この断面を使ってスーッと払うようなタッチでこんな感じでなじませていきます。払うようにのせると、あのね薄くやっぱり仕上がるし、内側に仕込んだ光沢感、これをね消し去らずに薄い仕立てになるんだよ。このブラシ塗りがおすすめ。綺麗でしょ。綺麗ドス、綺麗ドス出ました。でね、これね実は下地の機能として化粧のりアップっていうのをしてくれるっていうのがね実はもう一個あるんですよ、ポイントとして。なので密着感どう？見た感じはもうすごい綺麗で、うん、綺麗だよね。なんだろう、とにかく気持ちいいです。間違いないです、はい、あとはワンポイントアドバイスで、このような薄い仕立てだけではどうしても隠しきれない色ムラやシミそばかすなど、そういうあのクマだったりとか気になる場合は置くような感じでそこだけタップ、厚みを持ってカバーリングすることができるので裏技で。ではさきちゃん見てください、ファンデーション割りました。どうですか？とても美しい、とても美しいございます。ということで粉をのせる前にアリーのね昨年大変人気になった UV チークっていうのがあるんです。私もねかなりあの YouTube でも紹介してたからもうすでに持ってるっていう方もいるかもしれないんですけれども、今日もその UV チークを使いたいと思います。この段階でアリークロノビューティーカラーオン UV チーク、今日は01を使います。これは日焼け止めなんだよ。日焼け止めのチークってなかったじゃん今までね。チークのせる位置ってほら結構頬のさ高いところだったりするから焼けたくないなっていう部分でもあるでしょ、うん、そこにねこの UV チークをのせるっていうことで流行ったんですよ。でまたね普通に色が可愛いのポンポンって置いちゃって、また先ほどのブラシです。ここにファンデも少しついてる、うん、あえてここを使ってこうやってポンポンポンとさすらずに置くようにするとファンデーションと自然に馴染んでうまく作れることができるよ、うん、はい、で絶妙ですね。絶妙なんです、ツヤ感とちょっとフォギーな。そうなんです、いい感じで今進行してきておりますので、最後の締めでまた、光沢感ツヤ感というのをキュッと少しね弱めて最終的にほのツヤ仕立てのサラッと肌に持っていこうと思います。これがねやっぱ絶対今期の推しメディアリクスフェイスパウダー、覚えてますか皆さん、はい、この1600円のすごいお粉、さきちゃんと一緒にこのお粉を掘り下げた動画も撮らせてもらったよね、はい、さきちゃんがねお粉大臣&お粉大魔人にその日ねあの時も大騒ぎした人気のフェイスパウダーをまとっていきたいと思います、はい、お粉の塗布の仕方はいつもと一緒です。やはり崩れたくない T ゾーンや目周りなどの細部に一番初めに塗布していきます。きちんと下に仕込んだねツヤは効いてきますので、信じてきちんとのせしてもらって大丈夫です。細部に入れ込んだら次は広い面だけれども、ここも信じてツヤは効いてきます。きちんとのせでいいです。シーズン的にも肌表面全体がサラッとしている方が心地よい時期になってくるから、あのこのように全体にまんべんなくのせてしまっていいです。ということでお粉までのせた状態にありますけれども、お粉をのせているので化粧崩れを防ぐというところはもちろんあのしたつもりなんだけれども、実はねもうこの
下地自体にね、一日中つけたての美しさを持続させて、テカリやベタつきを防ぐっていう作用がもう搭載されてるんです。それは実は日中さ、あの皮脂がさ出てきた時にそれを素早く固めてしまうという皮脂ハンターパウダーっていうのが入ってるんだって。すごいね、すごいハンターだよ、うん、心強い。そうというあの性能が搭載されているので、まあ、そういった皮脂が発生してもね、まあ、心配せずにというか、素早く皮脂を固めてしまうということができるので、化粧崩れに対してもすごく安心だし、うん、やっぱりさベタつき心配な時期じゃない、そのあたりに対しての、機能も備えているということになります。ということで完成しました。さきちゃん見る見る、はい、素敵。もうやっぱりですね、あのこれからのシーズンといえば、まあ、今日すごくパワーのある、そして素敵な UV 下地を仕込んだけれども、重ね塗りのこと、日焼け止めって気にならない、うん、気になります。なんかさ、重ね付けした方がいいとかさ、あと塗り直した方がいいとか、うん、なんかいろいろね、うん、非常に微耐久プライマー UV ということで、あの耐久性のある下地ではありますけれども、これ実はね、重ね塗りもできちゃう。重ねても素肌感を損なうことなく塗るのよ、うん、この上からですか。上です。こんなに可愛い状態にね、これを乗せるなんて大丈夫って思ってるかもしれないので、塗り直したいタイミングが来ましたら、こんな風に塗ってくださいというところをお見せします。こすらずにトン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 、こんな感じで置き去るようなタッチで重ねたいところにポンと乗せてみて、あのね、まあ、多少誘ってもこれ平気なんだけれども、びっくりするぐらいメイクがね寄れないの。うん、分かんないでしょ、どこに塗ったか。分からない、分かんないよね。どうですか、広げて指の腹に取り去ったら、トン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 、こうやってご自身のメイクの上から重ね塗りすることができるんです。実はね、全顔塗り重ねることができるの。全顔ですか。そうなんです。驚きだよね、うん、まあ、メイクの度合いにもよると思う、うん、きちんとメイクだったらやっぱり今みたいにちょっと抑えるような感じで重ねてあげるのがいいと思うし、うん、サイズ感も少しほらこんな感じの、まあ、小さめというかポーチに入れやすいサイズになっているし、バッグにポンって入れてもいいと思うので、ぜひ朝もこの美しい光沢を仕込みつつ持ち歩いて重ね塗りもしてもらえたら嬉しいなと思う、うんうん、ということで、さきちゃんどうでしたか、春のトレンドベースメイクということでやってみたけど、私がぜん今年の春夏がより楽しみになりました。嬉しいな、本当にね、今季ちょっと光沢系の下地、うん、多いなっていうふうに私感じているので、今日のね、私のおすすめの微耐久プライマー UV、うん、UV としてももちろんなんだけれども、がぜん仕上がりがおしゃれでトレンドっぽい、うん、この光沢感ね、これを内側に仕込んでトレンドのベースメイクを楽しんでほしいと思うし、うん、UV 関係の商品は本当にね進化を遂げていて、中でも微耐久プライマー UV はかなり面白い製品になってきてると思うので、すで、うん、にね私の周りでもみんなあの話題になっている、この微耐久プライマー UV については概要欄にも詳しく載っていますのでチェックしてください。では今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。そしてコメントもお待ちしております。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまたねー。